クリスタル・ハリスは、米国のモデル、テレビ司会者。2009年12月の、今月のプレイメイト。ヒュー・ヘフナーの3人目にして、最後の妻としても知られる。この婚姻は2012年12月31日に、始まり、2017年9月27日、ヒューの死去により終わった。部分的に、イタリアのルーツを持つ。母方は、アブルッツォ州に由来する。 1986年4月29日、イングランドに生まれる。7歳の時、アリゾナ州サンディエゴに移る。シンガーソングライターだったボーフレイ・ハリスの関係で芸能界に関わりを持つようになる。サンディエゴ州立大学で心理学を学ぶ。2008年10月、プレイボーイ .com の今週の女子大生として登場。2009年、 ザガールズネクストドアの第6シーズンに出演。2010年4月、ユニバーサルミュージックグループの一部門、オーギャニカミュージックグループとレコーディング契約を締結した。レコードプロデューサーはマイケル・ブレイキー。2012年、オーストラリアのデザイナーでベイベイグラマースイムウェアのオーナーであるバネッサ・ブライスと水着のシリーズを共同デザインした。2014年、 くつろげるアスレジャーとラウンジウェアのシリーズをロンダシアと共同デザインし彼女のサイトで販売した2009年1月60歳年上のヒュー・ヘフナーと交際を始めるヒューのナンバーワンガールフレンドホリー・マディソンの後釜である2010年12月24日ヒューと婚約結婚すれば3人目の妻である2011年6月14日ハリスは 心変わりにより婚約を吐き、結婚式の5日前のことだった。この時、アメリカズ・プリンセス、イントロデューシング・ミセス・クリスタル・ヘフナーと書かれたプレイボーイ7月号は小売店の棚に届いていた。その後仲直りした二人は、2012年12月31日、カリフォルニア州ビバリーヒルズのヒューの邸宅で挙式。2017年9月27日、 ヒューの死去まで夫婦として暮らした。2016年、彼女の体調不良は、ライム病及び有毒カビによるものと一旦は、診断されたが、チブサのインプラントが原因と判明し、それを取り除いた後症状の一部は改善している。ありがとうございます。